野村和人と渡谷美穂の迷ったら思いつきでやっちゃって今月もう始まりましたありがとうございますありがとうございます第二回目ですけれども回目ですよなんとですね素晴らしいものをいただきましてはいもうびっくりしましたまさかまさかまさかですけどくださった方が早々とねこちらにいらっしゃっていいですか出してこれはい。 逆あーすごいイエーイえー、こちら私たちどものラジオ「まやったら思いつきでやっちゃっていいの」のロ,、ね、ロゴをなんとこんなにいいものをいただいてしまいました。なんとですねこれプラス<ー>さらにこの T シャツまで。 作っていただいてですね、これ着るしかないでしょ。着るしかないでしょ。え,え今いや脱いだら放送事故になっちゃうから <laughs> <laughs> ちょっと脱げないけど。今 り<あ>だった感か <laughs> あじゃあちょっと誰かがおめかしをして早速なんですけれどですね前回、はい、あのちょっとお便りを頂い,いた時にですねあの、はい、僕紹介だけしてできなかったコーナーがあったじゃないですかありましたねそれをですねちょっとやりたいなと思ってるんですけど <laughs> <laughs> 正直2人ともね 大丈夫かなっていうかちょっとどうなるか分かんないですよねこれはね。<laughs> 試しにやってみたいということでですね <はい S 1> ちょっとあのコーナーの紹介なんですけれども前回の,あのポッポルンガさんからいただいた「ランダムエチュード」っていうふうに名前つけたんですけどあのそれぞれ1枚ずつ紙を用意してですねその中に書かれているこう設定やキャラ設定や場所などをあのそれぞれ別に引いてその中に書いてあるものを即興で演じる。 ものすごい不安だらけの不安だらけの,の,らけのもその限り何が起きるか分からないですからね <laughs> そうだから小こ,こに何が書かれて今ここにあの紙が用意してあるんですけどちょっとまああの手抜きなんですけど <laughs> 紙が用意してあって <laughs> これ書いてくださったのはあの僕の友人です <laughs>。<laughs> そう,そう、う僕らが書いたわけじゃないんで、<laughs> 本当に何が書いてあるかわからないとい、ちょっと恐ろしい、はい、コーナーなんですけれども。ちょっと恐ろしいですけど、まあ、楽しみに。そうですね、ちょっと待ってもらいたいと思います。<laughs> じゃあ、C. M. 入りまーす。始まります。いやー、これ不安だな。